おはようございます。今回はこのクロスのジョイントコークの朝食をやっていこうと思います。家にあった白っぽい袋と比べるとこんな感じです。結構濃い灰色みたいな色してますね。では行ってみましょう。金丸フス株式会社。まず必要な道具はジョイントコークホワイト3本。この2本分色作るので1本は調整用です。スプレーボトル、コークを混ぜている最中水をシュッシュして乾かないようにするためです。次は絞り袋です。色を作って戻す時に使います。次はヘラです。混ぜる用のボールです。ほとんどケーキ作る材料です。安心してください、コーク作りますよ。床を汚さないためにブルーシート、色をつけるための塗料です。こうやって並べるとゴレンジャーみたいですね。とりあえずブルーシートを引いてボールを置いてこれに水を入れてきます。ほいよ。こっからはコークが乾いて固まらないようにスピード勝負になるのでなるだけ全部急いでやります。ザワ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 、吐き出せ。そんなに出したきゃ吐き出せ。希望、絶望、そのすべてを。あると思います。とりあえず希望と絶望を吐き出したところで空の袋を洗いに行きたいので水をシュッシュかけて洗いに行ってきます。ブンブン。これまた洗うんが大変で、やっぱりボンドやからなかなか取れないんですよね。繰り返し繰り返し洗って蓋の部分は穴が開いてないので棒突っ込んでかき出すように洗ってます。結構綺麗になりましたね。水をザーッと出したりして洗面台を綺麗に洗ってます。そうしないと嫁さんに怒られます。ここから朝食をしていきます。初めなんでだいたい感覚で入れてますが、黒と青は入れすぎると取り返しがつきにくいのでビビりながら入れるぐらいでちょうどいいです。めっちゃくちゃ混ざりにくいのでよーくかき混ぜて色のムラをなくしています。試し塗りをします。コークの場合乾いた時に色が変わるので乾いた色を見て朝食していくのがベストです。色を足していきますが、これはちょっとビビりすぎていますね。入れすぎるとめんどくさくなるのでこれぐらいでちょうどいいです。全然変わりませんね。もうちょっといってもいいと思うけど、まだビビりながら入れてます。これでまたよーくかき混ぜて試し塗りです。だいぶ近づいてきましたが、まだはるかに遠いです。今度は割とダイナミックにいってますね。さあどうなるでしょうか。結構近づきましたね。どんどん大胆になってきましたね。赤キーが多いんで色味が足らないと思ったんでしょうね。黒を入れるのは気をつけてって言っときながらかなり入ってます。大丈夫でしょうか。ちょっと黒い気がしますけど、良くなってます。次は黄色短期で突っ込んでます。単純に赤いと思ったんでしょうね。どんどん近づいていってます。もう一発黄色短期でぶち込んでます。だいぶいい感じの色になってきましたね。黄色入れて、赤入れて、黄色入れて、さあどうなるか。めちゃめちゃええ感じの色になってきました。調整用のジョイントコークで調整ですね。ちょっと黒かったんでそれを微調整する感じですね。かなりいい感じです。最終的な微調整ですね。おおおおおおっぱんガンナムスター。ブンブン。これはかなりいい感じの色ができたんじゃないですか。できたコークを絞り袋に入れて詰めていきます。この作業はほんまに気をつけないと手ドボドボになるんで気をつけてください。なりました。手ドボドボに。慌ててティッシュで拭いてそのティッシュが手についてます。乾燥した最終的な試し塗りです。めちゃめちゃええ色ですね。できました。
ちょっと蓋を開けて中を見てみましょう。いい感じです。ホワイトのところを消してオーダーカラーと書いています。せっかく作ったので一回使ってみます。出てないように見えますが、ちゃんと出ています。最後まで見てくれた人にジョイントコークのライフハックを一つ紹介します。コークってすぐ先詰まってなかなか出えへんことありますよね。それを解消するライフハックです。コークを使い終わったらすぐ先をきれいに拭いて風船を膨らますように息を吹き込んでください。使うたびに毎回やっておくと次使いやすいです。ためになったなぁという人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。